さんやってるから一応最初一緒に吹いてみます。いいですか。はい。今度じゃあ一人でやってみて、もし問題があったら途中で取ります。はい。
静かにずっと照ってる感じを表現するためにはあまりこう大きなアクションを取らず、僕あの横浜先生なんかはね、もうこのフレーズというのはできるだけ小さい音で静かに音を変化する感じ、これからの感じで静かにやってください。ここのフレーズはね、ちょっとそれまでの静かな音から少し音が変化していくね。特にレーリーで音が変わります。このレーをちょっと村井聞き味に、まあいいんだけども、もう少しあのフレーズあまり息切らずに、まあせいぜい2フレーズぐらいでねやってもらうといいと思うね。まあそこはまあ自分の課題だから、一回吹いてみてください。え、吹いてみてください。吹いてみてください。ちょっと唇を開け気味にして吹いてみて。
勢いが欲しいので、基本的にはここの音の変化と似てるんだけども、それがあの管になってくるわけですね。これの上げ方ね、作っていることは難しい。だからあの指使いだけで最初のこれヒー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 からまた最初から、はい、ここはね、だから顎を使わない。ここのフレーズは顎じゃなくて指使いだけ。できるだけ顎を多めの状態で保ちます。指使い。三打ち。つるつるは三打ち。うん、違う。Thank you.
地は普通の地だよ。この地うのこのうの音は大メリだからレと同じピッチ。変わっていく変化っていうものを意識しながら吹くといいですね。流れをね、あとスムースにさせる。うん、スーだから。違う。